はい、今日はチーズをベーコンで包んだめちゃくちゃ美味しい料理を作りたいと思います。ということで使うのはこの材料、パラパラのチーズととろけるチーズとベーコンとアスパラを使っていきます。まずベーコン切ります。はい、こんな感じか。 OK。 あ、動かない、落ちてますね、これだけ焼きます。こういうことをね、少しやって、うん、一旦出来上がりましたんで、こちらにつけます。オッケー、カッターベーコンを並べてきます。足りるかな、足りんかもしれんな。オッケー、オッケーです。ここでですね、ここにありましたらチーズ入れます。チーズ入れて、チーズ入れて、アスパラ入れて、チーズ入れて、こんな感じね。すげえ、すげえうまそうな。いっぱい入れます。こんな感じか。こんな感じ入れやいいやろ。めっちゃうまそうやな。包んだ方がいいか。包んだ方がいいな。オッケー。包みます。焼くとらんやろ、うん。包みますね。うまそうやな、うまそうやな。うまそうや、やべえ、やべえぞこりゃ。どうぞ、あった。 OK、これでいいやろ、文句なしやろ。これか、これか、あ、いい感じかもしれない。ちょっとずれたか。はい、こんな感じにできました。ってことで、はい、これを食べていきます。あ、めっちゃうまそう、うん、すげえ、すげえチーズがある、うん、すげえチーズがある、うまそう。はい、こんな感じ。はい、こんな感じ。うまっ。